はい、こんにちは。社会保険労務士の奥野と申します。60歳以上の役員さんの場合なんですけれども、もう年齢的にはですね、老齢厚生年金を受け取っていただけると、そういう年齢にもしなっておられたとしましても、役員さんの場合は役員報酬が高いので、実際は年金が支給停止になって受け取れていない、そういう方が結構いらっしゃいますよね。そこで私どもでは、そういったお悩みを解決できます、役員報酬最適化という情報をお伝えしております。役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方だけを変えることによりまして、実はこの老齢厚生年金が支給停止にならずに受け取っていただくことができるようになります。シニアの役員様方に大変喜んでいただいている、情報でございます。ご興味がある経営者の方いらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください。